民会とは古代ギリシアのショポリスで開催された市民総会。エクレシアとも表記される。ポリス初期に戦士を構成員として設けられた軍会に期限が求められる。前5世紀に直接民主制を確立させたアテナイにおける民会がとりわけよく知られている。プニクスの丘で開催され、ペリクレス時代に国政の最高決議機関としての地位を確立させた。 アテナイの地図。アゴラは中央に、プニクスは南西にある。当初、アテナイの市民はアゴラに集って民会を開いていた。しかし、百4 6 2年頃にエフィアルテスやペリクレスの主導でアテナイにおけるいわば元老院の役割を果たしていたアレオパゴス会議の役割が抑えられ、民会の重要性、参加者が共に増大したため、四4 6 0年頃、 プニクスの丘に民会のための会議場が建てられ、この丘で定期的に民会が開催されるようになった。民会で討議される草案は、クレーステネスの改革によって発足していた500人、評議会ですでに作成されており、民会の討議はこの評議会から上帝されるテーマにほぼ限定された。18歳以上の当てない市民権を有する男子であれば民会に自由に参加。 発言、投票することができた。ただし、20歳に満たない者は発言権などに制限があったと考えられているほか、女性、奴隷、在留外人は民会に参加することすらできなかった。民会は月に4回開催されたと考えられ、そのうちの一度が重要事項を討議する、重要民会と称されていた。当てない市民権を許さない者が民会に紛れ込んだ場合、 罰金刑か死刑に処された。民会の重要な審議事項とは、戦争に関連するものが主であった。例えば、以下のようなものが挙げられる。また、将軍や財務官などの養殖選挙が年に一度行われた。民会当日は、宛内中心部の出店などが禁止され、市民が速やかに議場へ向かうように仕向けられた。ただし、 ペロポネソス戦争後の紀元前5世紀末より、民会に参加することで参加手当が支給されるようになったため、以前よりは速やかに討議が開始されたとされる。議場は自由席で、飲食も自由とされた。声の大きな者が、伝令係を務め、議事進行を行ったり興奮した参加者に静粛を求めたりした。一般的な議決は、挙手による多数決で行われた。 重要性の高い議決では、無記名の秘密投票が行われた。民会は午前に終わることが多かったが、議論が続いた場合は、夕方まで行われた。日暮れになってしまうと挙手が見えなくなるので後日、延期とされた。ありがとうございます。